頑張ってるじゃないですか。頑張ってます。なんか俺が言えんなんですよね。必死に頑張って立ち上がってね、悔しい思いしてそうやって成長していくのがこの世界のあれなんで、まあ彼はラッキーですよ。このキャリアで俺に俺とシングルができて、ね、叩きのめされるってことは大きな財産になるはずです。以上です。またしても届かなかったね、永田裕二。けどこれでライオンズゲートのメインに立ったこと大抜擢だなんて言わせないでしょう。自分の実力で一歩一歩掴みに行って歩いていってるんだ。今はまだその声が届かなくてもいいけど、いつかゆっくり一歩ずつ必ず認めさせてやる。絶対永田裕二に勝ってやる。夢も目標も全部奪い去った上で若手のいじみしてやる。覚えとけよ。